皆さんこんにちは、鉄道写真家の中井誠也です。今僕はですね、エプソンスクエア丸の内のエプサイドギャラリーに来ております。ご覧ください、僕のね代表作が飾られておりますが、2024年の3月8日から4月10日までこのエプサイドギャラリーでですね、僕の写真展今日もハッピートレインがですね開催されます。あの僕のね、1日1鉄というブログもね、ずっと続けておりますが、それが20周年を迎えるということで、2024年の4月1日で20周年ということでですね、今年はたくさんのイベントが目白押しなんですが、それの第1弾ということでこのエプソンのね、サイドギャラリーをお借りして、47点の作品を飾っております。ご覧ください。ねえ、あの普段はですねやっぱり、パソコンの画面とかでね写真を見ていただいていることが多いと思うんですけど、やっぱこうやってね大きいね画面で眺めてみるとねまた全然、ね、見え方が違ってきますので、ぜひねこのエプソンのプリンターで出力した大きい写真をね楽しんでいただければと思います。あとはですね、今回はですね、特別写真展ということでですね、スペシャルコンテンツもねたくさんあります。まずね一番ねちょっとね面白いのが、写真展に来てくれた方に特別プレゼントということで、このねエプサイトの公式アプリのアイコンを提示するとですね、なんとここでしか手に入らない、わかりますね、えこれがマスクオリジナルマスキングテープということになっております。これ非売品ですのでね買うこともできませんので、ね、ここでしかもらえないものですので、これなくなり次第終了ということなんで、ぜひね皆さんご来場の上このエプサイト公式アプリのアイコンをね、受付の方で提示してください。あともう一つね、エプサイトの公式アプリにですねオリジナルの壁紙ね、こんなちょっと可愛らしいね壁紙があります。これもね2024年の4月10日、ちょうどこのね、写真展の期間中ダウンロードすることができますので、ぜひねご覧になっていただければと思います。あとね会場の中頃にはですねこんな感じで、こんな感じでですね中井駅の看板と、あともう一人の僕ね、ずっと在庫できるわけじゃないので、僕がいない時はですねお前頼んだぞね、もうちょっと痩せたな俺が太ったあの僕がちゃんとおりますので、ここでね記念写真を楽しんでいただくこともできます。もちろんね、館内全部撮影が OK になってますので楽しんでいただければと思います。本当にねこの10年で撮影した中からもうねよりすぐりの47点ですので、ぜひねご覧になっていただければと思います。